ボンジョールド・ボナセーラー、ディコプリオでございます。さあ、今日はですね、最近チャンネル登録者数が大変なことになっておりまして、非常にですね、ありがたいことにぐんぐんぐんとチャンネル登録者数が伸びております。イタリアのナポリのね、ファンの方々が僕を非常に応援してくれているおかげで、なんとチャンネル登録者数が3000人を超えました。皆さんどうもありがとうございます。でですね、よく YouTube である何人超えたらなんかするよみたいなやつを僕もちょっとやってみたいなと思ってまして、今日は何をするかというと、3000人を超えたのでお寿司30貫チャレンジをしたいと思います。ちょふ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 、なんかね、ちょふちょふちょふっていうのがイタリア人の方に面白かったみたいでね、結構取り上げてもらってます。で、うちの近所にスーパーがあるんですけども、そのスーパーでお寿司を買ってきました。で、いつもね結構並んでるんですけど、今日は売り切れが多かったんで、まあね、かなりマグロ尽くしになってしまってるんですけど、まあちょこっと他のネタもあるのでご紹介しながら食べていきたいなと思います。決して僕は大食いじゃないんで難しいチャレンジになりますけども、3000人超えたことなんでね、なんとか頑張って食べてみたいと思います。まずはこれ、わかるかな、見えるかな、お吸い物から。おいしい。さあ、皆さんわさび知ってますかね。イタリアの方、わさび非常に辛いんですけど、僕はわさび大好きなんで、お寿司がね、多分これスーパーで買ったやつなんで、わさびがね入ってないんですよ、サビ抜き。なんでお醤油のところにわさびをつけて、こういうようにね、見えるかな、こんな感じ、わさび醤油を作って食べてみたいと思います。じゃあまずね、皆さんもご存知のマグロからいこうかな。ジャポネーズは手でいきますから、お寿司は。はい、まずはマグロ、ちょん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 、うん、うまっ。これは本マグロなんで、めちゃくちゃ美味しい、最高。今の段階では全然いける、全然30回いける。じゃあ次、僕は一番大体ね、1貫目イカ行くんですけど、イカね、イカ行ってみます。おいしい。おいしいね、いいね。最近なんかナポリにもう日本食とかね、ラーメン屋さんとかね多いって聞きますんで、僕もナポリ行ったら和食、日本食食べたいなと思います。もしね、僕のこのね、ラポスタが1万人行ってね、さらに10万人とか行くぐらい人気が出たら、僕は10万人行ったらですよ、10万人行ったらナポリにお寿司屋さんを出したいと思います。どうでしょうか、この目標、このチャレンジ。10万人行ったらナポリに、大体ね、ナポリのお寿司屋さんとか、イタリアのお寿司屋さん、まあミラノとかわかんないですけど、中国の人が経営してるお店が多いんですよ。だからイタリア人から見ると、中国と日本とか韓国って、まあ、似たように思うと思うんですけど、やっぱり僕たち日本人からするとだいぶ違うんで、
本当の本当に日本人が握るお寿司をナポリのみんなにもねお届けしたいんで、10万人超えたらなんとかねナポリでお寿司屋さんが出せるように頑張ってみたいなと思います。まあそんな夢もありながら、次これ白身のお魚タイだと思います。タイ、おいしい、おいしい、最高でね。皆さんね、イタリア人の皆さん、ここお醤油あるでしょ、お醤油ね。でお寿司を食べるときに、まあ、マグロ手でいってほしいね、本当は手でいって、このご飯とじゃマグロがあってね、上に乗ってますけど、ご飯にお醤油をつけちゃダメ。ご飯にお醤油をつけるんじゃなくて、このマグロにお醤油をつけて食べる。これがジャパニーズスタイル。ご飯にお醤油ねつけちゃうと、ご飯がバラバラになって、お醤油のところにねご飯だらけになっちゃうんで、ネタにお醤油つけると、これ覚えておいてください。箸だとねすごい難しいけど、手だとすごい簡単なんで、ポイントです。まあこんなねだらだら食べてもしょうがない。次エビ、茹でたエビですね、生のエビでなくて茹でたエビ。うん、おいしい。なんかナポリの YouTuber の人もお寿司初めて食べますみたいなのねやっていったの見たんですけど、そのねお寿司がね正直言ってやっぱ美味しそうじゃない。イタリア人の人が他の外国行ってナポリピッツァ食べるのと一緒で、ああちょっとここ違うなみたいな、多分中国の方のお寿司だと思うんですよ。だから本当にね、皆さんに、ナポリの皆さんに本場のねお寿司を食べてもらいたいな。多分ナポリで食べるお寿司のもう何倍も美味しいと思う。マグロ、僕はわさび好きなんで、わさび追加。うん、美味しい。なんかいけそう、このまんまいったら。やっべ、わさび入れすぎた。うわっ、あれ見て、めっちゃわさび入った。次サーモン、サーモン、サルモーネいきます。うん、どんどんいかないとなんかいっぱいになっちゃうの。次中トロ、これマグロね、トンのなんだけど、油がこの赤身の、赤身って油の量が違うんで色が違う、こっちの方が油が多い、油が多い人はこの中トロのが好き。おいしい。この油の多い中トロはあんまり量が取れないんで、この赤いのよりは高い。どんどんいこう、どん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 いかないと本当に食べられなくなる。その中で一貫だけあるこれ、わかる？カニ、カニ、
きます。おいしい。うん、おいしいね。で、次はいなり揚げにご飯が入ってる。30巻難しい。さあ、じゃあこれいくらね、いくらね。卵なんでプチ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 で美味しい。多分これは嫌いな人多いと思う。イタリアではやっぱマグロが一番食べやすいんじゃないかな、きっと。さあ今残り何巻かっていうと15、15あったんですよ。8、8、11、12、13、14、15、16、17。マジか、マジか。13しか言ってないんだまだ。嘘だろ、めちゃくちゃお腹いっぱいなんだけど。頑張ろう、マグロ。Apúrense que el son llegó, el son de Cuba traigo yo, porque la fiesta ya empezó, ya empezamos a fiesta mamita, ven ven y juntos vamos a bailar, la fiesta sigue toda la noche, ven ven y juntos vamos a gozar, yo le traigo mi tonto, anda, si es la verdad, que yo le traigo mi tonto, sabroso, que yo le traigo.マジめっちゃくちゃ。今ちょうど見てください、1個のお皿にしてじゃん、こっちは食べ終わりました。じゃん、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10! 10!今20巻食べました。数ある YouTube の中から僕を選んでチャンネル登録してくれてますから。もうちょっとよ。しかしこの間のスーペルコッパー残念でしたね。
そんなに昨夜が強いっていうふうに感じませんでしたけど、もうちょっと前線からプレスかけて高い位置でボールを奪ってねっていう戦術取ってほしかったな。ボールをもっと持ってほしかったし、なんか相手が格上だっていう風な感じで臨んだ試合したような感じに僕は見えましたね。いや切っちゃうと5個ダメだマジでもう無理。もう無理や。みんながナポリのみんながチャンネル登録してくれたから頑張る。最後はラストだ、行くぜ。うわー30貫食べました。よっしゃお寿司30貫完食しました。マジめちゃくちゃきつい、もう喋れないぐらい、もうパンパンですけど、みんなさんが貴重な時間をね僕の動画に使って見てくれてるし、いいねたくさん押してくれてるし、コメントいっぱいしてくれてるから絶対やろうと思ってやりきりました。自分を褒めてあげたい。まあということで、チャンネル登録者数3000人いきましたんで、お寿司を30貫食べてみました。ありがとうございます皆さん、いつも。次は4000はきついんで5000人かな。5000人いったら何かやりたいと思います。何かやろう。50個なんか食べるとか、50回なんかするとかね、まあ、なんかあればコメント書いてください。5000人の時食べるもののね、見たいものもあったら書いてください。日曜日はアウェーのキエゴ戦です。リーグ戦このまんま勝ち点を重ねてユーベに勝ちたいと思います。次は2月ユーベに勝つということで、ご視聴ありがとうございました。チャオ、フォルトナポリ、グラッツィエ。